はい、ラジオザビストリップレディオザだよ、レディオザね、レディオザビストリップ、うん、レディオザビストリップ70何回目だ、72かな、今75円してますね。はい、はい、今回は、海とルイでお送りします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ね、そうだね、うん、毎回一人で撮ったからね。そう、なんか寂しかったよそうだよねたまに何だろう、何してんだろうみたいな感じがあるよね。ある。それになんかこの2人で撮ろうっていうのも、うん、結構一番初めのリモートかなんかの時にさ、うん、言ってた気がするんだよ。はいはいはい、はい、言ってたかも。 でやってねえなと思って、うん、普通にナチュラルにね一人ずつ、うんうん、したもん。だからまあやってみようかなと、うん、ズームを使ってやってますね。はい、なのでちょうどあの来てたメールがね、うん、まさにちょっとあの勘違いさせちゃったような内容があったので、うん、メールいきますね。はい、海さん、ルイさん、こんにちは。はい、昨日はこれ翌日にくれたのかな、昨日はリモート配信お疲れ様でした。うん、6月は毎日ビストリップさんの楽しい配信が見れて毎日楽しく過ごせています。今回はお二人でのラジザということで普通のお便りになってしまいますが送らせていただきました。早速ですが今回はお二人でのラジザ収録ということですが、はい、久しぶりにメンバーさんにお会いされた感想などがあればお聞きしたいです。ちなみに私は自粛期間が明けて久しぶりにお友達とご飯を食べに行ったんですが、いつも以上に美味しくて楽しく感じたのが印象的でした。今は早くビストリップさんのライブに遊びに行ける日を心待ちにしながら毎日過ごしています。メンバーさん方もお体にはお気をつけてお過ごしくださいね。いつも楽しい配信をしてくださって本当にありがとうです。アナイチゴ様からですね。はい、まあ冒頭で見ましたけれども会ってないんですよね。会ってないね、もう3ヶ月、はい、今日会ってないんじゃないですか。会ってないね、メンバーとはね。一番最後に会ったのが、ね、2月の末だよね。あのあれだよ、あの後にほら大宮のラジオ、あ、そうだそうだそうだ、うん、あれがあったから。あれ何月ですか。あれ3月じゃなかったっけ、白玉3月とかじゃない。ああ、かな、確か。まあでも結構会ってねえな、どっちにしろ。うん、元気。僕ですか。はい、僕はまあ元気ですね。あ、そうですか。はい、元気ですか。あ、元気元気。はい、なんかリモートで見る感じヒゲがすごいことになってたけど、範囲が増えてたけど。ああ、そうね、口ヒゲをこの自粛入る前からちょこちょこ生やしたりとかしてたんだけど、うん、なんか横まで生えてなかったわ。外出ないじゃないですか。うん、人と会わないじゃないですか。うん、ヒゲ剃る機会がなかった時期がやっぱ一時1ヶ月ぐらいあったじゃん。はいはいはい、うん、でさあ久しぶりに人前に出るってなった時、人前っていうか、まあ、そのカメラ使ってたけど、うん、ってなった時に、あれヒゲってどこまで飛んだっけと思ってなるほどね、どうしようって思った挙句、うん、最近なんか自分の中で見慣れちゃって。いや、でも見慣れはあるよね。そうなんですよね、髪の毛もどんどん伸びてくるな。ねえ、うん、美容院行きたいわ。じゃあそろそろあの見られないけど染めたい、色を変えたい、気持ち的に。ああ、まあね、気分的にね、うん、行っていいのかな。もういいんじゃない。結構だって美容室とかそういうとこって対策してるでしょ。まあ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 、で自分もちゃんと対策してってやればいいんじゃないかなって、うん、ちなみにうちの社長は、僕はもう2回ぐらい美容室行ったよって言われましたね。僕は言ってた。はい、言ってましたあ、そうっすかって言っちゃったけど何の自慢だよ、うん、なんか多分社長もねメンバーに会ってないのはちょっと寂しいらしくて、あ、忙しい時期とかメンバーに全然会いたがらないくせに、うん、最近メンバーも全然会ってないからなみたいな言ってて。なるほどね。だから、あ、全く人に会ってないのかなと思って、うん、あ、社長も全然人と会ってないんですかって言ったら、いや普通に人とは会ってるんだけど、うん、美容室も2回ぐらい行っちゃったしみたいな言って、それただメンバーに会いたいだけじゃねえかと思ってちょっと可愛いなこの人、ね、嬉しいですね、うん、そんな感じですね。まあでも、はい、我々は、まあ、元気には暮らしているね、うん、メンバーに。元気元気。うん、確かに飯食いに行くとかもなかなかね。そうだね、うん、この間久しぶりにラーメン外に食いに行ったわ。あ、本当、うん、美味しかったですか。美味しかったね、本当にすごいなって思った。いっぱい食べちゃった。いっぱいは食べれなかった、むしろ食う量減ったんだよな、なんかしないけど。いや俺もなんだよ、なんかさ、うん、カロリー使わないからさ、こうベッドの上にずっといて、ベッドの上にずっといるのはさそう、お色攻めて一食も食べないよ。一食は食べよ。あ、違う、だ一食をこう何、あ、少ないようになっちゃってるってことね。そう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 、はい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 。あ、なんか体壊しちゃいけないなと思って、一応食事の回数はさ、俺 2,3 回取るようにしてるんだけど、あ、まあ空量圧倒的に減ったね、うん、でもマジでエコだなと思って。あの自分が、そうだね、確かにねはい、はい、じゃあ次のメールいこうかな。はい、これは、一番初めに来てたやつかな。はい、常連さんですね。もうラジオネーム
戦火さんからですね、海さん、リさん、こんにちは。最近は暑かったり寒かったりで気温の変化が大きい気がしますが、お二人は好きな季節、嫌いな季節はありますか？僕は冬が嫌です。毎年寒くて10月頃からうんざりしていますとのことです、うん、僕も冬が嫌です。冬と夏が嫌。ああ、もう半分だ、ま、そう、真冬真夏が嫌。ああ、はいはいはい、はい、うん、どっちもイライラするんだよな暑いのと寒いのとそう、まあわかるわかる。なんかね、力入っちゃうよね、なんかグッて。なんか服にも困るしね。あー、困るね。うん、やっぱ秋がいいな、好きなっていう。そう、春秋がいいよね。うん、いいね。あ、春はあんまりか。いや、でもそうでもないんですよ。あの、昔花粉症がひどかったんで、うん、春嫌だって言ってたんですけど、うん、すごい、あの、ずっとね、治療を続けたりなんだりとか、いろいろ免疫改善とかをしてた結果、うん、あの、花粉症のアレルギー数値はもう最低値まで下がりまして。おー、すごい。今、花粉症ゼロですね。あ、そうなんだ。うん。治るんだねって、医者にも言われた。へぇ、うん、ここまで下がるんだねみたいな。よかったね。よかったよかった、ほんとに。だから、春秋かな、俺は。好きなのは。あ、じゃあ一緒ですね。うん、夏か冬で言ったら、俺は夏の方が嫌いだな。まあ、そうだね。あの、冬はさ、寒いけど、うん、俺、イベントごとは好きなの。お正月とか、クリスマスとか、うんうんうん、あと、バレンタインとか、いっぱいあるから、うんうんうん、なんか、それはまだ救い。冬の寒いのはさ、うん、結構着込めばなんとかなるじゃん。ああ、そうだね。夏の暑いのはさ、それでも外出て移動しなきゃいけないとかになるとさ、どうしたってもう暑いじゃん、うん、裸になればいいじゃん。裸になったらむしろ暑いんじゃないかな砂漠の人とかさ、うん、全身覆うじゃん。ああ、そうだね、やけどしちゃうからね。そう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 、うん、って考えたら夏って逃げらんねえなって思って。確かに確かに、うん、あんま好きじゃねえな、うんうん、で夏のレジャーを我々は多分あの求めないタイプだからね。そうだね、特にこの俺ら二人は、うん、全然行こうとも思わないし、なんなら俺は根本的に俺は泳げないからね。あ、そうだよね、うん、割と泳げないし、お祭りも行かないでしょ。行かないね。人混み嫌でしょ。全然嫌だね、うん、花火も嫌でしょ。全然好きじゃないね。うん、うん、やっぱ好きじゃないな。うん、って感じですかね。七夕ぐらいですね。あ、そうですね、うん、あとお二人誕生日があるんじゃん。あ、うちの、ね、メンバー、俺もそうだし、ユーマそうだね、うん、あんま自分の誕生日興味ねえからな。あ、そう。うん、あんまり。嬉しくないですか？まあ、嬉しいって感じるようには、うん、それこそディスリップやって数年経ってからは感じるようになったかな。うん。昔は別にどうでもない感じだった。あ、そうなんだ。うん。ドライな子供。そうですね、確かに。はい。じゃあ続いて、はい、これはね、結構ね、自粛期間にやったのかなって感じだけど、海さん、リッさん、こんばんは。久しぶりの二人 MC でのラジオですね、はい、今回も楽しみにしていました、はい、私はベースを始めてちょうど1年ぐらいになるのですが、左指がうまく開けず苦戦してばかりでなかなか上達しません、うん、まだまだ練習が足りないのもあるけれども、はい、いざ曲を弾こうとしても思ったようにうまく弾けなくてすぐに諦めてしまいます、うん、そこで下手ずのお二人にお聞きしたいことがあります。お二人が初めてギターベースで弾けるようになった曲は何ですか？よかったら参考にさせてください。お二人が楽器を弾いてる姿が本当にかっこよくて憧れてるので、いつか私もお二人みたいにかっこよく弾けるようにこれからも徐々に練習頑張っていきます。風花さんからですね。はい、この間もあれだよね、楽器始めたみたいな子いたしね。あ、あのリモザンの時にね、うん、いっぱいいたよね。そうだね、何気にね、うん、多かったんで。ルイ、何を一番初めに弾いた、弾けるようになった？あのね、僕ね、うん、実はギターからなんですよ。ああ、そっかそっか、そうだね。そうで、それで初めて弾いたのがヒステリックブルーっていうバンドの、うん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 、知ってる人いるかな、まあいるか、うん、春スプリングっていう曲があってね。いや、あれは知ってるでしょ。知ってるかな、うん、それのイントロフレーズかな。ああ、はいはい、部分だけね。あ、それを弾けるようになった時に一生弾いてたね、嬉しくて。わかるわ、すごいわかる。ずっと繰り返し、ね、なんかこう、まだ中学校1年生ぐらいだったんだけど、うん、自分の部屋からこうギターリビングに持ってって、うん、家族、お母さんとかいるところにね、こう持ってって、うん、ずっとさりげなく弾いてるの、弾いてほしいから。かわいい。うるさいとか言われながらね。かわいいです。それが嬉しかったかな。あ、俺はヒデさんダイスって曲だね。 あれがギターで一番初めに、あの、僕エレキギター禁止されてたんですよ、家で。アコギだったの？アコギは親父のもらって持ってたんだけど、もうエレキギターを弾いたらお前は絶対にろくでもない人間になるみたいなこと言われてて。あ、そういうことか。そうそうそう、うんうん、で禁止されてたんだけど隠れて買ったのね。でアンプにヘッドホンつないで、うん、親のいない時間とか自分の部屋の方に来ない時間とかに隠れてやってたんだけど、うん、ダイス
弾けるようになったの嬉しくて、アンプヘッドホンしないで爆音で弾いてたら親が入ってきて、あんたそれ何って言われて、それはバレるわな。だから、おうん、なんかあったみたいな、わけわかんないこと言ってなもらったみたいなこと言って、あの、うん、まあ、当然バレて割と叱られた記憶あります。まあ、でもね、それがあったから今があるんですね。そうですね、うん、まあ、その直後に僕はギターやめましたけどね、一回挫折して、それでベースに移り、言ってたよね、うん、その後ベースも俺より圧倒的に上手いやつを目の前に見て、うわすげえな、うん、これには勝てねえなって思ってって感じだったけど。なるほどね、うん、楽しみながらやるのが一番ですよね。そうだね、あの本当に弾けるようになった時嬉しいから、うん、頑張ってください。はい、はい、これ最後のにしようかな。うん、海さん、ルイさん、こんばんは。ラジザリモザビスタはいつも楽しませていただいてます。ありがとうございます、はい、私も仕事柄在宅勤務や自粛が全くなかったのですが、少し太ってしまいました。振り替えの GVC が無事開催されるとなると真夏なので、体力作りも兼ねて先月から筋トレを始めたのですが、おすすめの筋トレ方法などありますか、うん、あと体のためにこれだけは毎日やってるということがあれば教えてください。まだまだ大変な時ではありますが、メンバーの皆さんも気をつけてお過ごしください。いつも応援しています。ラジオネームボンオンさん。はい、筋トレ始めたんですか。いや、始めてないですね。始めろや。始めると、うん、それこそエコが終わっちゃうなと思って。ああ、自分のそのエネルギー消費を抑えるために、そう、もうあえて、そう、まだやめとこう。省エネで、うるせえマジで。あ、でもあれだよ、毎日やってることあるよ。ほう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 。水をね、たくさん抜けてる。おお、まあ、体にっていうもんね。体のね、老廃物をこう出して、こう水を入れ替えるんだって、毎日。入れ替えるともうむくみにくいし、うんうん、まあ、もちろんその出ていくときに、あの、うん、悪い、悪い、まあ、毒素とか老廃物とか出してくれるんだ。そうだから、ダイエットにもなるし、健康にもいいし、血もサラサラになるしみたいな。いいこと、いいこと尽くし。確かに、まあルイもうタバコも吸ってないしね。そう、タバコもお酒も。そうだね、酒も全く飲まないもんな。そう、どんどん健康的な感じになっていくな。でも体動かさないから不健康だけどね。そうだね、それもううん、そうだね、なんだろうな、昔の方がもうちょっと活動的だったもんな。そうだね。どっちがいいんだか分かんないけど。あ、でも今のが圧倒的にいいね。このなんだろう、起きた時の感じとか。あ、はいはいはい。でも顔つきとか顔色は、うん、今の方が全然健康的な感じになったよ。あ、本当。うん、お、なんかね、爽やかさも上がった感じがする、うん、あ、本当。あ、肌質とかも良くなったかも、やっぱり。あ、と思う。うん、もう海ちゃんもやった方がいいよ、お水。そうだね、俺も水は、うん、むしろあのコーヒーばっか飲んで体にいいものを少しは取り入れた方がいいと思う、僕は。そうだね、コーヒーは利尿作用があって、なんか出てる感じするけど出てないらしいから、良くないって言うからね、うん、だからむくむんだろうな俺な。あ、よ、ね、朝むくむもんね、あなたね。すごい時あるからね、うん、目3みたいになった時あるからすごいよあれは。ぜひいつか見せてあげたい、みんなに。見せられませんあれは。はい、そんな感じですかね、はい、今週は、はいはい、あとね、来てたメールでね、まあ、なんか七夕、うん、残念ですとか、じゃあその代わりに七夕なんかやるんですかみたいなのがあって、まあ、いろいろちょっと考えてることはあるので、うん、そうですね、なんですけれども、まあ、実現ができることかできないことなのかとか、いろいろ含めてちょっと考えています今、はい、あ、でもしばらくお待ちください、はい、ってのと、あとね、7月7日に七夕の日に確実にメンバーに受け取ってほしいから、うん、プレゼントを送りたいという方もいらっしゃいました。ほうほうほう、うん、で、まあ、事務所に送ればいいのか、そのファンクラブの、曲止めに送ればいいのかなので、基本的にあのファンクラブの曲止めです。そうだね、発送先はなんですけれども、うん、確実にこの日に受け取ってもらえるっていうのは正直全くお約束ができないのと、うん、僕らが取りに行くのは基本原則禁止されてるんですよ、うん、で、まあね、ファンクラブのスタッフが取りに行って転送してくれるんですけれども、うん、ちょっといつこっちの手元に来るのかが基本定かではないので。そうですね、うん、早めに送って、そのそれこそ分かるところにこの日にこの人に渡したいんですとか書いとけば、うちのファンクラブのスタッフが気使ってくれるかもなぐらい。そうだね、ですかね、正直申し訳ない、うん、あの方ならやってくれそうな気がする。そうだね、うん、やつはやってくれると思う。うん、こんな感じですかね。はい、来週誰に渡そうかな。2人やっと、親今大変だから、いろいろ。トモとユウに送るかな。そうしよう、うん、じゃあトモとユウさん来週お願いしようかなと思います。うん、はい、こんな感じで今週は、運いるいでお送りしました。はい、じゃあねー。じゃあねー。